おはようございます。の、大地です。今回はちょっと特別な企画をする映像なんですけども、っていうのは今から群馬県にある南牧中学校っていうところにお邪魔します。お邪魔して、子供たちとですね、ある映像を作る、その、どういう映像にするっていうのを考える機会があるんですよ。っていうのは、その南牧中が今期で廃校になります。実は全校生徒が17名という規模の学校で、小学校と合併するそうなんですよ。で、合併するにあたって校舎が新しくなるのかな。だから今使ってる校舎での生活が最後なんです。で、それを廃校になる前に、なんか映像で残したいなと。で、その話を群馬県の方と話をしてて、そこに群馬交響楽団っていう群教さんが、群馬はすごいね、そこ、そういう群教さんが子供たちの上層教育って言って、いろんな学校でコンサートをしたりとかっていうのをやるんですけど、そこの群教さんも一緒にそれやりたいですって言ってくださったので、群教さんのこうミニコンサートだったりとか、そこに子供たちが思い出の、まあ、場所とか思い出のシーンを組み合わせた映像を作れたら、なんか振り返った時に、こうまあ、ポジティブな気持ちでというか、いい意味でこう懐かしめるんじゃないかなって思って、企画をさせてもらったら、まあ、群教さんだったり群馬県の方だったり学校の皆さんが OK って言ってくださったので、この日になりました。なので今から私はですね、学校に行って子どもたちとこう1時間ね、授業をもらったの、バックをもらったので、どういうシーン残すみたいな話し合いをしてきます。で、そこからここからで多分映像が切り替わって、プロの方が撮っていただいた編集シーンになると思うんですけど、そのシーンを見ていただければと思います。で、実際の完成した動画だったりとか、群教さんのちょっとこうミニコンサートみたいなの、そうやつは群教さんの方かなの、チャンネルに上がりますので、概要欄からぜひそっちもチェックしてみてください。では行ってきます改めまして、とある男が授業をしてみたという YouTube チャンネルをやっているハイチと申します、今日よろしくお願いします。で、今日は皆さん何をするかはなんとなく聞いてますか？大丈夫？ OK。 南牧中での、まあ、ちょっと今日校舎がね、最後の位置になっているので、その思い出の映像を作ろうっていう機会です。なので、みんなからはその南牧中で過ごしている時の思い出っていうのをちょっとこうピックアップしてメモして、で、こういう映像を作ろうっていうのを一緒に考えていこうと思うんですが、イベントが出しやすいのかな、こういった思い出があるよっていうのを挙手でいいかな。売店とかをも一緒にやると。ありがとう。なんか普通に出てきた他にもありますか？ルカさん、お願いします。学習発表会、勉強きたねどんな発表するか聞いてもいい？あ、そうなんだ。待って、修学旅行も行ってる。修学旅行、イベントじゃない？今年はどちらに皆さん？京都奈良に行ってまいりました。いいとこ行ってんじゃんあ、そうか、修学旅行もあんだね。思い出の場所場所、こんなことをしたなとか、まあ、別に普通に普段ね、こう行ってる教室も思い出の一個になるとは思うんで、その場所でこういうことをしたなっていうのがあればお願いします。鶏小屋どういうこと？鶏小屋は今飼ってるの？いや、引き取られちゃったんですけど。ああ、そうなんだ。去年かな。うん、10羽ぐらい、うん、10多い、うん、入れて卵取ったりもしてました。あ、そうなんだ。結構いるよね。 OK、 鶏小屋。その鶏にいるときに会いたかったちなみに安彦君、テニスはあれ、中学に入ってから始め、楽しい？いいっすね。ラインが区切り打ち込んであって、下で上がると上がっちゃって、でそれ踏むのが楽しい新之助君、お願いします。音楽室。音楽室、ちょっとその理由も聞きたい。新之助君、何部なの？文化部で。待って、そのね、いろいろは聞きたいよ何をされてるの？吹きで、うん、琴とか、うん、マリンバとか、うん、ピアノとかいろいろ練習できる？私は学校にある学校なんで。それ、なんかちょっと部活でさ、例えば今日はこの楽器とかっていうのが決まってたりするの？それとも自分のも好きなのを練習できるっていう？職人さん。す
です。俺の思ってた以上にすごいちゃんとした練習されてた。ちなみに得意な楽器は？ハマリンバ。かっけえしんのすけ。1月にね、発表会あるんですよ、息子。今年ね、千本桜弾くんですよ。わかります？千本桜。大丈夫かな？それをね、今一緒に練習してるんだけど、だいぶ上手くなりました、私も。もう一つ二つあれば行きたいとこなんですが、鶏小屋、テニスコート、音楽室出てきたので、他にも、あ、呼びたい、待ってね、あいねさん、はい、お願いします。もう一回聞いていい？トレセン、トレーニングセンターか。え、トレセンってどこにあるの？こっち？ちょっと体育館をトレセンと呼ぶのね。めっちゃおしゃれなんだけど、これはちょっと後でお邪魔するときトレセンは見に行こう、絶対に。アイネさんはトレセンで何かあるこう思い出というか、ダンスの発表とかやったの？根元がなんかすごいこういろんなイベントがあって、めっちゃ楽しそうなんだけど。 OK、 ありがとう。ニワトリ小屋、テニスコート、音楽室、トレセンが出ました。もし今日はお忙しい中、僕たちに授業してくれてありがとうございました。一緒に思い出の場所を回ったり、思い出のイベントを出し合ったりして、とても楽しかったです。でもでありがとうございました。お疲れ様でした、皆さん。本当に